高野三景道は空海が解散した日本を代表する新言密教の聖地、高野山に徒歩で倒廃するための三景道である。高野七口と呼ばれる七つの主たる三景道があり、それ以外にも高野七口へ繋がる三景道がある。国の史跡に高野三景道として指定されている。ユネスコの世界遺産。 紀伊山地の霊場と山景道を構成する子孫として、高野山景道が登録されている。高野山景道は、空海が改装した新言密教の聖地、高野山と外海を結ぶ山景道である。高野山は、和歌山県北部の伊都郡高野町に位置し、標高約900メートルの山上にあるが、高野山という山があるのではなく、 標高1000メートル級の山々に囲まれた盆地上の山域の総称である。高野山の地形は八葉蓮華に例えられ、高野山の周囲の山々である外林山を古来より外八葉と呼ぶ。八葉とは蓮の花びらを象徴する。また、内輪山を内八葉と呼び、外八葉と合わせて十六葉の山々を金剛海曼荼羅の十六大菩薩に相当させ、 蓮の花を象徴するマンダ棚の中心に、高野山があるとされる。高野山内の死因数は、1600年代中頃が、最盛期で1865院にも及び、1692年に、江戸幕府によって大幅に減らされるが、1832年に812院、あったと記録に残り、現在でも117カテラが立ち並ぶ、一大宗教都市であり、かつて、高野山経道は、 多くの参詣者で賑わった。高野山が参詣すべき例状と多くの人々が認識する契機となったのは、11から12、世紀頃における上皇、貴族などの権力者による高野三景である。最たる例は、1023年大城大臣、藤原道長、1048年関白、藤原寄道、1088年白川上皇などの参詣である。 その背景には、入場信仰と、高野浄土信仰がある。空海が835年奥の院に入場後、921年に、五代醐天皇が空海に、工房大師の死亡を送った。この時、当時長者の関係は、その報告のため高野山へ上り奥の院の病をくつにて、前上に入ったままの空海を見て、その姿は普段と変わりなく、生き生きとしていたと伝えたことから、 工房大師は、今も奥の院に生き続け、世の中の平和と人々の幸福を願っているという、入場信仰が生まれた。これは空海が高野山奥の院五病で、弥勒菩薩がこの世に現れるまで生き、人々を救済し続けるという信仰である。高野浄土信仰は、一度三景向の山、虫在所道中、滅というものであり、高野山に一度でも三詣すれば、 全ての罪が道中において消える、もしくは一度参詣すれば罪が消えるという信仰である。これらの信仰による権力者の高野参詣は人々に大きな影響を与え、庶民による高野参詣が増えた。高野山海山当初から存在する表参道であり、主要産経道だった長石道は仏道である長石が並び、今日のための道とされ、 歩いて登らなければ孤独が少ないと信じられ、皇族、貴族であろうが、身分の差に関係なく誰もが徒歩で、聖地、高野山を目指すようになった。このような高野信仰が、皇族、貴族の参詣に始まり、武士や庶民にまで広まり高野山が発展したが、近世以降は、高野山を一つの名所として参詣する者も,も増え、より距離が短く早く参詣できる。 兄弟坂道が主要三景道となった。現在では、電車、ケーブルカーを乗り継ぐ、もしくは車で、高野山へ参景することができるが、かつて徒歩で、聖地、高野山へ登った三景道が、高野三景道である。高野信仰により、各時代の権力者が高野山へ参景し、または、仮覧混流などに関わった。織田信長は、高野攻めをするが、後に、 豊臣秀吉が高野山と和議し、庇護することにつながる。外界から聖地、高野山へ通じる入り口が7つあり、それら入り口につながる三景道は峠を進み、中には険しい道もある。空海が切り開き、かつて最もよく使われた氷三景道と呼ばれる長石道等、三景者の出発地点に応じた7つの主要な三景道が7つの入り口へとつながる。 それら入り口とそれにつながる三景道は総称して高野七口と呼ばれる。また主要三景道の高野七口以外に高野七口へつながるその他三景道がある。高野七口の外界から聖地、高野山への入り口七つとそれにつながる各三景道を入り口なから三景道名として次に挙げる。高野七口につながる その他三景道で主なものを次に挙げる。各地域からの三景道が、高野山に近づくにつれ次第に集約されていき、最終的に七つの高野三景道となる。外界から聖地、高野山への入り口が七つあり、それぞれの入り口に七つの三景道がつながり、それら入り口と三景道は、総称して高野七口と呼ばれている。長石道は、 和歌山県伊東郡藤郡戸山町の自尊院を起点とし、高野山内への入り口は大門口である。途中、三谷道、麻生津道、安楽街道、細川道などの三景道と交流し大門口に至る。長石道の名前の由来は三景道に一丁ごとに長石が建てられていることによる。空海によって、 高野山の改装直後に設けられた三景道であり、表参道と呼ばれ、三雪道とも呼ばれ、法王、上皇をはじめ皇族や貴族、僧侶や武士、庶民など身分に関係なく、あらゆる人々が歩いた三景道である。三景道の起点となる自尊院は、八百十六年、空海が高野山開山時に高野山開発の拠点とし、また三景道の表玄関として、 ガランを創建し、高野山の諸具を司る万所を置き、高野山さ三んさん系のための宿所並びに陶器悲観修行の場とされた。また晩年、空海の母が過ごした場所である。自尊院が歩く土山の名前の由来の一説に、空海が月に9度、町赤道を通り母に会いに来たからと伝わる。空海が実際に歩いたことと、朝赤自体も仏塔、供養塔であるため、 単なる三景道としてでなく、高野山解散以来、信仰の道とされてきた。長石の起源は、空海が高野山を解散した頃に、三景者のために木星の外葉を縦道表にしたことに始まる。木星のため、鎌倉時代には風雨により朽ちていたため、高野山の県上公院の僧、里市教商人が1265年に長石の根流を発願し、 20年の歳月をかけ1285年に完成の海岸供養が行われた。長石混流に際し、上皇、鎌倉幕府要人などの皇族、貴族、また、僧侶、庶民など、あらゆる身分の人々によって寄進され、建てられた。長石混流寺の岩門に、高さ一条一尺、広さ一尺とあり、加工岩性である。長石は、長石外葉とも呼ばれ、 石の角柱に五輪塔を乗せた五輪外場の石柱である。石製である長石外場としては、大阪、三直しのカツオ寺に残る七期の長石に次ぐ古さであり、金龍年が刻まれた長石としては、日本最古級である。長石は単なる道標ではなく、仏塔であり、五輪塔は拝礼及び参拝対象となる大日如来を意味する。長石の五輪塔は、下から、 自輪、水輪、火輪、風輪、空輪で構成され、正面には、それぞれ、地、水、火、風、空の盆字が刻まれている。また、自輪には、地の盆字のもとに、新言密教の根本本尊とされる大蔵曼洲、金剛曼ラの両部曼ラの仏尊を盆字で、表した種子と、壇上柄までの町数が刻まれ、他にも寄進者名、願意、 引く用者名、混流年月日などが刻まれている。長石は高野山内の壇上伽藍、根本応答を起点とし、自尊院までの約2 2トルの道中に180基あり、壇上伽藍から奥の院、工房大四五秒まで36基の計216基が建てられている。これら長石の数は、両部曼荼羅に描かれる仏の数にちなむとされ、大蔵界180尊。 今後会37村に由来する。216期のうち8割以上の174期が鎌倉時代に混流されたものが現存し、1期が桃山時代、15期が江戸時代、26期が大正時代に再建されたものである。自尊院に隣設する入管省婦人者へつながる石段脇に、壇上伽藍から数えて180番目の長石があり、かつては天皇。 上皇の御行行をはじめ、多くの参詣者が自尊院の180番目の長席から長席一本一本に合唱しながらから、高野山へ向かったと伝わる。平安時代の皇室、貴族は信仰心のみで、町赤道を登ったが、江戸時代になると多くの庶民が高野山へ登るようになり、信仰心だけでなく、観光など、娯楽の要素も含め高野山に登るものが増え、 より楽に早く登れる京大坂道が主要三系道として置き換えられていった。長石道は電車、車道の整備により一時は廃れたが近年整備されハイキングコースとしての利用や四国88箇所を歩き遍路で決断したものが高野山奥の井にお礼参りする際に空海も実際に歩いた長石道をたどるお礼参りの道としても利用されている。長石道を歩く 史跡国の史跡、高野山経道の一部として、長石道が指定されている。世界遺産、ユネスコの世界遺産、木遺産地の霊場と山経道を構成する、高野山経道の構成資産の一部として、長石道が登録されている。黒川道は、和歌山県橋本市の帝福寺を起点とし、粉道峠や高野山山のうちの二つの溶流山と、マニ山の間にある、 黒子峠を越え、高野山の入り口である黒川口に至る三景道である。長石道、京大坂道より東にあり、橋本市や大和国方面からの三景者が利用したことから大和口とも呼ばれていた。京大坂道よりも距離が長く、起伏も激しいことから、地元民以外にはそれほど多く利用されなかった。地域の産物を高野山へ奉納する。 雑字の堀にも利用された。貴族風土器に、1594豊富秀吉が、高野山系の木路に黒稼働を用いたとあり、秀吉が通った、黒川未知の経路が記され、沿道には、秀吉ゆかりの名がついた、太閤坂、太閤の馬返し、靴場などが残る。豊臣秀吉が、母大万所の三回忌の際に、高野山海藻以来の近霊の笛太鼓や、 鼓などを用いた農狂言を催したところ、当日、雲がなかったが、脳が始まると暗雲が広がり、天地が振動しすさまじい雷雨が襲い、大志の怒りと恐れを呪ののいた秀吉は、短期一目散に山を駆け降り難を逃れたとの逸話が残る。逸話であり真意は不明だが、同じような逸話が、太鼓記、貴族風土記、木の国名所図室町源日記などに記されている。 黒川道を歩く JR 西日本和歌山線、南海高野線橋本駅、または南海高野線木石水駅で下車し、起点となる橋本市佐田福寺を通り、高野山奥の院まで歩いた場合、歩行距離約 19km、歩行時間約6時間。史跡国の史跡、高野山経道の一部として、黒川道が指定されている。世界遺産、ユネスコの世界遺産、 紀伊産地の霊場と三景道を構成する、高野三景道の構成資産の一部として、黒川道が登録されている。京大坂道は、京都、大阪、及び、境方面からの高野三景道である。高野街道とも言われ、他の高野三景道よりも安全で短時間で、高野山にたどり着けるとされ、近世以降、主要三景道として利用されるようになった。 京都府八和田市を起点とする、東高野街道、大阪市平野を起点とする、中高野街道、大阪市四天王寺を起点とする、下高野街道、大阪府堺市を起点とする、西高野街道が、大阪、河内長野までに合流し一つの街道となる。一つに集約された高野街道は、高野街道、京大坂道とも呼ばれ、 河内長野から大阪と和歌山の県境にある、君峠を越え、和歌山、橋本市で、木の川を渡り、清水へ、学分土から高野町極楽郷を通り、高野山内への入り口となる不動坂口に至る。この和歌山、橋本で、木の川を渡り、清水へ、学分土から高野町不動坂口へ至る道が、兄弟坂道と呼ばれている。兄弟坂道は、 かつて最も多くの産経者で賑わった高野産経道と言われる。木の国名所図の登山七祖寺の項で、京大坂より木見峠を越えてくるものと、山和寺より松地峠を越えてくるものと、清水村に賢者屋にて合比学文道を経てこの道より、遠物でするもの十二八十九なりと表現されていることから、江戸時代後期における京大坂道の利用は、 高の三景舎の8から9割に及ぶことがわかる。三景道は、木の川を渡り、学分土から山中へ向かうが、道中は、学分寺、川根、神谷といった宿場町があり、江戸時代には三景舎の増加とともに大いに賑にわった。京大坂道不動坂京大坂道の極楽橋から、不動坂口に至る区間は、不動坂と呼ばれ、京大坂道における一区画を指し、 約2 7キロメートルと比較的短い距離だが、高低差3 1 0ルの急坂で、京大坂道最後の難所であった。特に、京大坂道不動坂といった場合は、この不動坂部分のみを指す。京大坂道不動坂は、1915年の高野山改装1100年を機に大改修が行われ、旧来の不動坂の急峻な坂道を迂回する振動が作られた。 新不動坂は、福音、ルートともに大幅に変更され、歩きやすくなり、そのため、旧来から使用されてきた、旧不動坂は使用されなくなり、現在では、不動坂といえば、新道の不動坂を意味するようになった。新不動坂が主要産経道となって、以来、旧不動坂は使用されず、また開発されることもなく放置されたため、木の国名所杖で描かれた、 かつての不動坂が、ほぼそのままの状態で保存されることとなった。長らく使用されず山に渦漏れていた、旧不動坂が、2011年からの古道、整備事業により調査が行われ、朽ち果てた桟橋の掛け替えや、王子の不動、な中の難所とされた、いろは坂や、罪人を突き落とした伝わる、万丈小菓市の現場も、見事に復元整備されている。 京大坂道不動坂の終着地点である不動坂口にかつて高野さんが女人近世の時代に混流された女性のための小森道の女人道が唯一現存する京大坂道を歩く途中携帯電話の電波が入らない場所もあるので注意が必要である史跡国の史跡高野山経道の一部として京大坂道不動坂が指定されている世界遺産 ユネスコの世界遺産、木遺産地の霊場と三景道を構成する、高野三景道の構成資産の一部として、京大坂道不動坂が登録されている。小平寺は、高野山と熊野本宮大社を結び、熊野古道と呼ばれている、三景道で、高野山への入り口は、大滝口である。高野山と熊野本宮という二大聖地を最短で、結ぶ古道の三景道である。距離は、 約80キロメートル、標高1000メートル以上のお箱峠、三浦峠、カム峠と3つの大きな山越えがあり、高野山系道、熊野山系道の中で最も険しい道である。小平寺を歩く高野山からの標準の工程は、お箱手前の大股とお箱を越えた三浦口、および三浦峠を越えたとつかで宿泊すると3泊4日となるが、バスを利用すれば、 高野山から1日の行程を楽しむことができる。史跡国の史跡、熊野山景道の一部として、小平寺が指定されている。世界遺産、ユネスコの世界遺産、紀伊山地の霊場と山景道を構成する、熊野山景道の構成資産の一部として、小平寺が登録されている。大峰道は、高野山と奈良県吉野の修験道の行場台峰山の二つの、 霊場を結ぶ道であり高野山への入り口は、大峰口である。古くから修験者がよく通ったことから、その装束にちなみ、鈴鹿の道と呼ばれ、また、高野山の東に位置する入り口に至ることから、東口、あるいは麓の地名から野川口とも呼ばれている。修験に関係する天川村などを経由し、空海作と伝えられる、天座像を本尊とする野川天や、 石造物など、山景道沿いに、多数の宗教施設が存在している。今は、歩く人は、ほとんどいないが、昭和の初期までの大峰信仰により、主言者、巡礼者で賑わった。また、この道は空海が最初に、高野山に入った道とも伝わる。木の国名所杖で、俗秘道筋を7度半度という、一度この道より、遠物ですれば、 区独7度半に当たると記され、吉野の大峰と高野山の二霊場を結ぶ道として、区独が大きいとされた。大峰道を歩く奈良県五条からバスを利用して、小城下バス停より、高野山奥の院まで歩いた場合、歩行距離約1 7トル、歩行時間約5時間。有田、龍神道は、和歌山県有田郡の湯浅や北港から有田川に、沿って、高野山へ向かい、 途中、辻の茶屋交差点で、熊野山京道、中辺地から北へ分岐した、龍神道と合流し高の山へ至る。入り口は、龍神口であるが、町赤道の到着点と同じ大門にある。しかし起点が、全く違う地域からなので、大門口、龍神口と別々の名前が付き、高の七口でも二つと数えられている。有田道は、 熊野古道沿いの湯浅方面からの参詣者と四国方面からの参詣者が船で有田川河口の北港に着き、有田川沿いに高野山へ向かい、葛城町花園で参道に入り、参道を進む。江戸時代には多くの参詣者があったとされるが、現在ほとんどが自動車道となっている。龍神道は熊野古道の中辺地から分岐し、北へ進み龍神温泉を経て、 キー山地の山々を越え、途中辻の茶屋交差点でありた道と合流する。龍神堂は険しい道であるが、高野山景堂であるとともに、工房大師が開け輸したとも伝わる、龍神温泉へ向かう道でもあった。高野龍神スカイラインにある、三峠に至る地道は、崩落が激しく、現在ほとんど通行が不能となっている。現在、この道を歩く場合は、花園大門、 竜神口が一般的で、ほとんどが舗装道路となっているものの、花園寄りの数キロは地道が残っている。有田、竜神道を歩く和歌山県伊都郡桂木町、花園バス停から大門、竜神口へ歩いた場合、歩行距離約13キロメートル、歩行時間約4時間30分。僧の裏道は、愛の裏集落から高野山へ至る三景道である。 高野山以南の山系舎が利用し、高野山と比較的近い高野巻の産地として知られる愛能裏集落を結ぶ道である。中世後期から近世前期に成立した山系道で高野山への入り口は層の裏口である。江戸時代以前から物資輸送ルートとして利用され、高野七口の山系道の中で距離が一番短く最も利用が少なかったと言われる。 高野三家道である。愛能裏集落は、織田信長の家臣、佐久間信盛が追放され、住み着いた場所と伝わり、木の国名所杖に困窮していた佐久間信盛を助けるために、秀吉の使者が金銭を持参した様子が描かれている。僧の裏道を歩く僧の裏集落から、僧の裏口まで歩いた場合、歩行距離約7キロメートル、歩行時間約3時間。三谷坂は、 和歌山県葛城町三国のニューズ姫神の降臨地とされるニュー坂戸神社を起点とし、旧坂の笠松峠を通り、道上の鎮座地とされるニューズ姫神社を経由し、長赤道へ合流する。もしくは、ニューズ姫神社を経由せずに直接、町赤道に合流する三景道である。高野山へは、自尊院を起点とする長赤道を通るよりも距離が短く、 その分担時間での高の三景が可能である。経路沿道には空海の伝承に関わりある石造物が依存する。長石道からニューズ姫神社へ三景し高の山へ向かう場合、迂回して距離が長くなるが、三谷坂経由の場合は、ニューズ姫神社へ参拝し高の山へ向かっても迂回がなく、長石道より短距離で行けるため、同神社への三景道とも言われる。 起点のニューカド神社周辺に住んでいた、ニュー姫神社総監主が、ニュー姫神社へ往復するために通ったのが起源と伝わる。平安時代の高野山への表参道として整備され、かつて、ニュー姫神社の監主や直視が通る道として、よく利用された。別称として、三谷道、あるいはニューカド神社とニュー姫神社を行き来するのに、通ることから、天の道。 または1924年に、ニューズ姫神社が、官兵大社、小一くらいに昇格を記念する昇格報告祭で、直子が通ったことから、直子道とも呼ばれることがある。平安時代延征期に、白川上皇の第四巫女で、忍那寺第四代門是企画方法神皇が、高野三景堂として三谷坂を利用したのが、記録的には初見であり、高野三景堂の中でも、 三景のために利用された歴史的起源を平安時代中期にまで遡って検証できる道である。それ以前から木の川と天野を往来する道として利用されていたが平安時代には高野三景道としてすでに開かれており高野三景道の中でも最古級であると言える。高野三景道として利用した記録として里四方法親王の おむろご所各法神の高野山古参道日記があるが、その参道日記に、三谷坂は木陰にして、深き泥なし道ほど近し方々神明の良し上下、喜びをなすとの記述がある。三谷の乳坂道神社と天野の乳渦姫神社とを結ぶ、旧坂道の三景道ではあるが、木陰があり、水はけもよく道の状況が良かったことが、参道日記から読み取れる。 高野山へは、町赤道に比べ距離が短く、迂回することなく、ニューズ姫神社に参詣でき、木陰があり、水はけが良く、道の状態も良いことから、平安時代に、高野山経道として、よく利用されていたことが伺える。三谷坂を歩く、史跡国の史跡、高野山経道の一部として、ニュー坂戸神社を含め、三谷坂が指定されている。世界遺産。 ユネスコの世界遺産、紀伊山地の霊場と三景道を構成する、高野三景道の構成資産の一部として、入坂戸神社を含め、三谷坂が登録されている。麻生津道は、木の川北岸沿いの奈良へ向かう山和街道と、麻生津道の分岐となる、高野辻を起点に、木の川を渡り、大津峠を越えて、矢立で、高野三景道の一つの町赤道に合流する。 西国三十三所、観音巡礼で、第三番札所小川寺参拝後に、高野山へ立ち寄ってから、四番札所の牧落ちへ向かうのに使われたことから、西国街道とも呼ばれている。また、麻生津街道とも呼ばれ、和歌山城下方面から山都街道を通って、高野山への向かう、主要道だったため、我が山道とも呼ばれた。 西国巡礼者や木の川を遡ってくる貴族、鷹の山城へ墓石を運搬する者など様々な人々が利用した。麻生津道の起点となる大和街道との分岐点の鷹の辻には同票があり、右はかうや道左は伊勢巻のを、道と記されている。木の川を渡り、かつての茶屋跡の残る麻生津集落に1795年の名のある右中の山大門へごり、 左小川山道の同票がある。貴族風土記によると、麻生津の私から花坂までの間に、今も残る六地蔵が、すでに配置されていて、同票の役目をしていることから、江戸中期には高野三景者の往来が相当あった、ことが伺える。西国巡礼者による、高野三景の西国街道のルートとしては、第3番札所小川寺参拝後、木の川を渡り、 大津峠を越え屋てで、町赤道に合流し、高野山へ至り、その後、京大坂道不動坂を降り、宿場町であった神谷から、牧の道を進み牧尾寺に至る山系ルートとなる。麻生津道を歩く JR 和歌山鮮明市駅下車し、麻生津を通り、屋立てで、町赤道に合流し、高野山、大門まで歩いた場合、歩行距離、 約2 1トル約歩行時間6時間30分。女人道は、かつて、高野山が、女人近世の時代に、拡山経道の到着地点である、高野山内への入り口にあった、女人道を巡る道である。女人近世時代は、女人道から、先の女人結界のある聖地、高野山へ入れなかった。高野山を囲むようにある峰峰が、 聖地と外界を分ける結界の境界であり、その峰々に沿って女人道がある。そのため高野山の周囲を取り囲むように女人道が存在し、また高野七口の各散経道到着地点の女人道ともつながり、それら女人道をめぐる道が女人道である。女人信者は女人道で空海五秒や壇上伽藍を要配するために、 女人道から女人道へ峰々を巡礼し祈りを捧げた。また、高野山の聖地を見下ろせる場所があり、道中には山内の様子を見たさに女性たちが首を伸ばしたとされる六路峠がある。他の高野山系道は各地域から高野山へ参詣するための道であるが、女堂人道は女人道を巡礼する道であるため意味合いは他の山系道とは少し違う。 女人金星かつて、聖地、高野山の聖域と外界とを区切る、結界線が張られ、その内側に、様々な金星が敷かれ、女人の立ち入りも結界線に沿って制限されていた。女人金星にまつわる伝承が多く残され、例えば、空海の母でさえ、結界の中に入ることが許されていなかったと伝わる。空海の母は老体であるがサヌキより訪れたが、空海に入山を止められ、 押しもんになり、その際に落雷に相日びの雨が降ったが、空海は母をかばい石を持ち上げたと伝わり、長石道にその時の石とされる、押し上げ石が残る。1872年明治政府から大上官布告、第98号、神社仏閣女人結界の場所を、廃止登山山系ズイートスが発布され、近代化政策を進める政府によって、女人禁制が解かれた。しかし、 仏教界から強い反発があり、高野山でも公式に完全に、女人禁制が解かれたのは1906年であった。1906年に、高野山新言宗総本山金剛法寺が、改装100年記念大法営に向けて、高野山の結界残部を残らず解除したことで、禁制が解かれ、実質的に女人禁制も完全解除された。このことにより、 公式に女人の高野山内への入り、居住が認められることとなった。女人堂かつて、高野山は1872年までは女人近世であったため、女性は高野山内へは入れず、高野七口と呼ばれる高野山への入り口七つそれぞれに、女性のための小森堂として女人堂が置かれた。女人堂は宿泊に利用したり、道内の大日如来に祈願したり、 空海五病や壇上伽乱を擁拝するために利用された。女人道に関わる次のような伝説が残る。室町時代、越後国の出雲尾崎の本陣宿に小杉姫という美しい娘がいた。娘は佐渡奉行の息子との縁談が決まるが、ママ母の恨みにより両手を切られる。さらに今回からも追い出され、娘は仏つの慈悲にすがり新州善光寺に参詣するが、 夢枕に、工房大師が現れ、鷹野山六の宿屋の全米を訪ねようと告げた。鷹野山への旅の途中で山賊に子供を殺されるが、命からがら、鷹野山六にたどり着き、全米に、女人参景者を接待することを勧められ、女性のための小森堂を建てた。と伝わり、その小森堂が女人堂の始まりとされる。女人堂のそばに、小杉明神社があり、 小杉姫を祀ると伝わる。近世には女性参詣者が女人近世の掟き手を破り、高野山内へ入り、首脳や胸像などに隠れる者が絶えなかったため、取り締まりを求める文書が残る。各女人道に隣接し小屋が置かれ、不審者侵入や女性の山内侵入の監視を行ったり、宿泊女性の接待をする山奴といわれる半層半奴の者が駐在し、 女性を排除するのではなく、食事は高野山内の宿坊が輪番で用意し、通い前として運ばれた。京大坂道の到着地点の不動坂口に唯一現存する女人道があり、木の国名所税に七口角道ありといえども、この道最大なりと記され、高野七口に立つ女人道の中でも、不動坂口に立つ女人道が最大だったことがわかる。 高野散々巡りの道女人道の一部でもあるが、高野散々巡りの道がある。外八葉の中で標高が高く、奥の院に近い天竺さん、洋竜さん、マニさんを、高野散々と呼び、高野散々の峰々に祀られる菩薩像を、巡拝するための道を、高野散々巡りの道と呼んでいる。また、高野散々は、奥の院の具法大四五廟を囲むように存在するため、 単に高野三山を巡る道ではなく、工房大四五病を近くから擁拝するための道でも、あった。女神道、高野三山を歩く、史跡国の史跡、高野三経道の一部として、女神道が指定されている。世界遺産、ユネスコの世界遺産、紀遺山地の霊場と三経道を構成する、高野三経道の構成資産の一部として、女神道が登録されている。 牧尾道は空海が特土した大阪府泉市の牧尾山山腹にある牧尾寺を起点とし、大阪、和歌山の県境にある座王峠を越え、木の川を渡り、工藤山町の自尊委員、牧尾山明神社、梨木峠、椎出を通り、宿場町としてにぎわった高野町神谷で兄弟坂道に合流する三家道である。西国三十三所、観音巡礼で、 第3番札所の和歌山、小川寺を参景した後、高野山へ立ち寄る参景者も多く、その場合、高野山への上りは、麻生津道を通り、下山路に、牧尾道を通ることが多かった。その場合の下山路は、不動坂口から、京大坂道不動坂を通り、京大坂道の宿場町、神谷で分岐する、牧尾道へ進む。 ふもとへ下ると自尊院の渡し場から木の川を渡り、蔵王峠を越え在国33所、第四番札所の泉市、瀬福寺へ至る。新高野街道は、1901年に、和歌山県橋本市に、木和鉄道の名倉駅が開業し、名倉駅から久戸山、井で、長坂を通り、宿場町、神谷で兄弟坂道に合流する道である。 鉄道が利用でき高野産系に便利なため多くの産系車で賑わった。また、1915年の高野山、改装1100年に向け車道も整備され、徒歩だけでなく乗り合い自動車や人力車でも賑わった。1918年から C でから不動、坂口の女人道館に200メートルおきに、超石が建てられ、1924年に C で、神谷、女人道に、 当時の皇太子のご成婚記念道定表が建てられた。ただし、現在その多くが倒れたり渦漏れ、所在不明になっている。1925年に南海鉄道の高野下駅が高野山に最も近いターミナル駅として改良し、高野山へ近く楽な山景道とし利用された。その後、1929年に高野山電気鉄道が極楽橋駅まで延伸され、 1930年に極楽京駅高野山駅間に工作線が開通した。1932年に南海鉄道と高野山電気鉄道が相互乗り入れをし、高野山系の主体は鉄道や車となり、新高野街道も含め、徒歩による高野山系道は使われなくなっていった。吹きつつが古道とも言う。奈良県五条市から和歌山県高野町復帰。 津賀地区を経由して、高野山へつながる。吹地区では、大峰、熊野方面の道が分岐する。沿道の吹地区について、続風土器に、東吹村は、高242国余り、やかず 59, 人数344。西吹村は、高233よ、やかず 50, 人数293と記載されている。次の図は、 高野七口の七つの三景道とその他三景道の位置関係を示す概略図である。高野山を囲むように存在する女人道に高野七口の七つの三景道が高野山に集まり各三景道と女人道がつながっている。また高野七口の三景道と女人道の交点付近に女人道が置かれていた。現存する女人道は兄弟坂道と 女神道の高天付近にある不動、坂口の女人道だけである。その他三景道の三谷坂と阿蘇津道が町赤道とつながる。国の史跡に高野三景道として指定されている。1977年7月14日に高野山長赤道として国の史跡に指定された。2015年10月7日に指定の史跡高野山長赤道に 黒川道、京大坂、道不動坂、三谷坂、女人道を追加指定の上、指定名称が高野山長赤道から高野山景道に変更された。同時に、既指定の高野山長赤道は長赤道に名称変更された。国の史跡、高野山景道として以下の山景道が指定されている。国の史跡、熊野山景道の一部として、 以下の三経道が指定されている。ユネスコのキー産地の霊場と三経道を構成する資産として、高野三景道が登録されている。2004年7月に、高野山朝赤道がユネスコの世界遺産、キー産地の霊場と三経道の構成資産の一部として登録されたが、2016年10月24日に、黒川道、兄弟坂道不動坂、三谷坂、女神道が、 追加登録された際、登録名称が高野山超赤道から高野山軽道に変更となり、構成資産の高野山超赤道は超赤道に名称変更された。世界遺産、黄衣産地の霊場と山軽道を構成する高野山山軽道の構成資産として以下の山軽道が登録されている。ユネスコの黄衣産地の霊場と山軽道を構成する 熊野三景道の構成資産の一部として、以下の三景道が登録されている。ありがとうございます。